会キキコークと題してスタジアム入場ゲートにて皆さんにもこのカップに入ったコカ・コーラをお配りしています。皆さんが飲んだのはコカ・コーラかコカ・コーラゼロか、ぜひチャレンジしてみてください。サイトへアクセスすると参加することができます。ぜひ皆さんツイートへのツイッターへのツイートか専用サイトからどんどん応募してください。広沢忠志と言います。よろしくお願いします。夢を叶えるため流したその涙、みんな思い出に変わればいい。みんなの思い一ついつか叶えられて、言葉も交わさずに抱き合えたら、破れた情熱にサフランの花火を綺麗に焼き付いて消えないから、寂しくなったなら夜空を見上げて大きく咲き誇る愛を胸に My friend My friend。
さあここで我らが熱き青の力ガンバ大阪の選手の皆さんがアンパグロピッチに登場いたしました。ゴール裏サポーターの皆さん全員いただきお疲れ様でした。初先発いかがでしたか。まあ自分の特徴を出せんかったというのが正直な気持ちです。まあ、ボールを触るそしてゴール前でチャンスに絡むっていうシーンというのは何度かありましたけど、まあ、あの回数を増やしていかないと、まあ、ゴールとか生まれないと思うんで、自分の特徴はああいうところだと思うんで、もっと動員よくにというか積極的にやっていけたらなと思います。実際に今日はちょっと積極性という意味では欠けてたかなとは思います、ね。実際にこの J1 ピッチの上に立って、まあ、対する選手たちとの、まあ、体格差だったりもあると思いますけども、実際にピッチに立ってみていかがでしたか。まあ、正直自信はあったんですけど、まあ、でも、まあ、やっとさんとか宇佐美君とか がいてチームメイトに、そこにちょっと遠慮 しすぎたっていうのはあったかなという自分のあるんで、まあ、年齢関係ないと思うんで、もっと先に言ったんですけど、動力に行ければ自信はあるんでやっていきたいと思います。またまずは練習からのポジション争いというところですけど、まあ、2列目の競争がちょっと激しいんで、それにまず勝たないとピッチに立てないんで、そこをもっと日頃からやっていきたいですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっとなかなかうまくガンバ大阪のサッカーを、そうですね、まあ、後半特に良くなかったかなと思いますし、まあ、前半もあんまり良くなかったんで、まあ、今こうやって課題出ている分、
まあ、伸びしろがあるかなと思うので、まあ、下向かずにみんなで課題修正していけたらなと思います。今日は我々阿部選手が先発なのかどうなのかというところも注目していましたけれども、まあ、途中からということでしたけど、はい、そのあたりについていかがですか。まあ、先発でもね、途中からでも役割はそれぞれあると思いますし、まあ、全試合スタメンで出れれば一番ですけど、まあ、そういうじゃない試合もあると思いますし、まあ、そこでどんだけできるかっていうのがあれですけど、まあ、今日はあんまり良くなかったので、まあ、次の柏に切り替えてやりたいなと思います。まあ、気持ちがあまりありませんけど、もう下向かずにというところですか。そうですね、まあ、相手も一緒ですし、まあ、次こそいい試合みんなでできればまたチームの調子も上がっていくと思いますし、頑張りどころかなっていうのを思います。失礼します。はい、お疲れ様でした。